プーチン大統領、ウクライナの4地区を高い支持率を背に編入したと宣言。事実上、この戦争の勝利宣言ということではある。国連もマスコミも、西側諸国の多くさえも、もちろん否定的だが民主主義としては正義の行使ということではあり、皮肉な結果。自分的には、紛争解決機構の決定は覆せなかった、同じ結果でしかなかったとは、言いたいが。プーチン大統領と、立場が似ている?感じになっちゃうのが、どうにも。お前は何を言ってるんだ、という感覚なのは今も思う。ガンプラバトルで決着にしよう。それは、もちろんか、今も一般論での公式では、ない。ゲームルールそのものも前には出てない中での、自身の主張は単なるか、狂気のそれでしかない。というのも自覚はしつつも。ゼレンスキー大統領を選んだ西側民主主義への不信。